うすでに2人いるような感じの、五山川上流域の二股に分かれたところですね。さあちょっとどうしてもやっぱり流れを好む時期なんで、こういうちょっと川幅が狭まったところとかがいいんですけど、現状これ見てください。朝からだいぶこれ水増えました。これね、朝多分干上がってたと思うんですよ。こっちの岸際干上がってたんだけど、だんだん水が増えてきた。増えてるイコール減ってないんですよ。流してないってことは流れが出てない。出てない時はどうするかというと、ちょっとでもその流れがね出やすい地形っていうのをこう人間側が求めていってあげる、まあ、そういうのが必要になります。なんで今川幅がいち早くというか川幅が狭まって、流れがない中でもなんかこうちょっとのこう風とかね、流れの惰性とかで流れが出やすいような、そういう条件の場所だから、川幅が広くなればなるほど流れ出にくいじゃないですか。細くなればなるほど出やすい。こう手で捕まえるそうだ、これ稲子。そうだ、これぐらいの稲子と、エビ、まあ、これを捕食してますね、確実に。起きた。うわ、だちっちゃいな。ブンって今ラインがすげえ手元にも来たぐらい。なんか口開いてへんみたいな感じの。おお、来た。おお、来た。来た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 。ベイト多いとこに。壁際におったな。やべやべ。やべやべやべ。めっちゃ突っ込むこいつ。うお、壁際で食ったな。でけえ。やばいやばい、ギル型ホバスト、やばい。なんかあれ潜られてる。何ここのやつ、やばいんだよ。うわうわ、また潜られてる。前もね、雑誌の時あったんすよ。すげえ元気で、でかかったよね今。うわ、マジ？あ、もうダメかも。ダメっぽいな。はあ、マジで。すごいルアーのパワーを感じるのは、本当にその場所にいるイケイケのやつを選んでるような感じがあって、うん、まあもちろんコンディション悪いやつも食うんだけど、こういう釣りやから、なんかねしっかりといい魚も、イケイケないんやけど餌選ぶやつみたいな、うん、ちょっと賢いんやね。その賢いやつが結構食うようなイメージがあって、そう、あの巻かれた魚痛えな、そう思うと。あれを一匹取っとったら結構。お、来た。うわうわ、マジか。おった、マジかよ。すっげえ嫌だした。てかまあまあひったくってた今。うん、ホバストらしい食い方したな今。ギ
ル型のホバストよ。うらららららら、頼むぜ。お、長いねこいつ。よっしゃ、細っ細っやば、カリッカリやんこれ。まあでもこういう軽いのしかやっぱ食えないんやね多分ね。はい、デッドフィンダーとは 2.8 のホバスト細っまあまあ、巻かれたやつとかね、すげえコンディション良かったし、そういう魚も食うんやけど、ルアー自体が軽いんですよ。ルアー自体が結構軽い。まあ 0.3g のネイルシンカー入れて、まあホバストなんでふわ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 水面直下を漂わせるんだけど、まあそういう釣りなんで、こういうちょっとこうコンディションのね、あんま良くない魚も、まあ一応こういうタイミングで狙える、うん、っていう感じ。細いけど、いいバスだね。45ぐらいあるんじゃない、長さはね。あー、オッケー、とりあえずは一発完了。はい、はい、まあ使ってるのがこちら、ジャッカルの、ね、デッドフィンダーターの 2.8 インチっていう、まあギル型の、そんなに比重が高くないバンドなんだけど、これを、まあ最近のトレンドのホバスト、まあ、僕も練習をね、いろんなルアーでして、ホバストのこのなんていうんですか、操作感をね、自分の中でこうちゃんと勉強しながらやってたんですけど、まあ、まあ今回、まあ、ホバストはホバストなんやけど、そのギル型のワームを使うホバストっていうのは、僕の中でまあメリットが存在してて、まずはこういったこう御三川のような水深が1メートルとかっていう、その浅い川の中でも中層を本当にキープしやすいっていう。でそれはボディが扁平の状態、この状態で落ちにくいから、かなりこうその漂わせるっていうことに対して、特化している。で、まあ、このデッドフィンダーター自体は、まあ、名前の通りダーターのこうワーム、ダーターっていうのはこうピッピッってこうアクションさせて飛ぶ、横飛びするようなジャックビートのようなこうアクションが出せるようなワームなんですけど、ホバストずっとこう漂わせてて、ブワー漂わせてて、例えば魚が 見に来たと時にこうピッて飛ばすとかっていう、こういう小回りの効くアクションも、まあ、場合によっちゃできる。だけど基本的にはこうずっと同じところをふわーっとずーっとここでホバリングで、これがまあ脳進化のバックスライドとか、晴れたらカバーに入れなきゃいけないんで、まあこういうフックがむき出しな釣りっていうのはちょっとしにくいんで、バックスライド系のワームで良かったりするんですけど、まあこういった今日みたいなローライトな日っていうのは、流れについたり、護岸をフラフラしたりとか、基本的にはカバーにつかないような条件で、目線がさらに上っていうところで、こうずーっとバスの目線上でふわふわさせて、じわって感じか。こんな単発の流れじゃ来ないのかな。足元でほばってたら食ったよ。足元ホバリング作戦やったね今。ギル型やっぱこれさ、扁平でさふわふわやってると食うんだよ。で流れが当たるところってさ、ちょっとそっち行きますわ。これはハンドランディングしよっか。よし、頼むよ。腕は長えぜこっちは。よっしゃ、ホバリング大作戦。今さ、まあちょうどいい流れ込み、しょぼい流れ込みなんだけど、いるだろうと思って、もっと足元から、足元でさ、落としたような状態、そこでずっと流れに乗せて、ほぼほぼさせてさ、くっと、いかにその、やっぱり、こう、沈めず、その目線の上で、こうやっと出るかっていう、まあまあ、サイズはね、そんな長くはないけど、コンディションがいい。ね、最高だね。ホバリング大作戦。フラットだから、なんとかこう抵抗を受けて下がろうとしない。
ここで粘って粘って粘って流れの中からいい感じ。えい。もうこう足元だったからね、投げてない投げてない。いいところにやっぱこうやっているから、ちゃんと粘らせるってことがすごく大事だなっていうのが分かった一匹ですね。だからこの有効性を感じてます。はい、デッドフィンダーター 2.8 インチのホバスト 0.3g。まあやっぱり流れの直下にいたで、だけどやっぱり食いたいがために来てるんだけど、ちゃんと目線を合わせないとダメで、僕も2回3回ぐらい通したんだけど、じゃなくて真上に行ってゆっくり真上からこう落としてこうふわ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 させてるっていう、それだけ粘らせて粘らせてやっと食ったみたいな感じです。水面下25センチぐらいのところだから、いかにその目線上でルアーが粘ってられるかっていうのが大事なんで、この釣りをしてるんですよ。いいところにいても一発で食わないし、でましてやルアーが合ってなかったらこれ全くもって食わない可能性もね高いんで、この五三川のバス、まあスピニングでやる人も中には結構たくさんいると思うんですけど、まあそういう人ももちろんだし、ベイトでねフォローで釣っていく人、まあそういう人もそういうところをちょっとイメージしてフォローしてあげれば、上にできらない魚、ボトムで入れても食わない魚、真ん中の自分の目線でしか食わない、ここの目線上でしか食わないような魚がいるんですよ。今のなんてもういい例だよね、本当に。だって上行ってさ、もう一点で粘らせてたんだから、足元に落として、釣ってた、同じタイミングで釣ってた。よっしゃよっしゃ。な、こういうエビとかさ、ちっちゃいボラの子とか食ってるやつ、そういうやつもグルメなやつがおるんですよ。でそれも食っちゃうから、食っちゃうから食っちゃうから食っちゃうから、いけるかな、ちょっと安心安心したいから。おお、いいとこかかってるわ。これは今多分ボイルした魚だと思うんだけど、よし、今ボイルしたんだけど、ボイルするやつって餌めっちゃ選ぶから、なかなか食わせるのがこの前のロケの時も大変で、餌を本当に合わせないと食わなかった、ね、ちょっとワンポンだったけど、デッドインダーター 2.8 インチのホバスト、ね、入れ旬だったでしょ、そういう感じ、ね、ちょっとこう餌を選ぶ、あんま強いものを食わないみたいな、そういうボイルフィッシュにも、オッケー、いいじゃん、やったね。だから両方吸ってない時もあるし、両方吸ってないというか両方吸ってる時もあるし、そういう時は上は逆流、下はおっしゃ、おお、わっと終わったな、今いいところの浅いところに出てきた。流れの話しとったらおまもいいんちゃう。デッドフィン、デッドフィン、オッケーオッケー。やっぱりな、これ手前じゃなかったね、奥だったよ。おお、いい魚。おお、ああ割れた、最悪割れた、やっちまったな、やっちまったな。まあ取り返すか。今ね、流れの話しとったんやけど、この奥何もないし、水門の奥がね、でこの外側の今投げたところから手前1メーターぐらい引っ張ってくると、すごいそこ浅瀬になってて、あ、ここやったら餌食う場所になるなと思って、今あの辺がね、ちょうど足と足の間ぐらいのところ。さあちょっと雨がね、まあ多いタイミングなんで、ちょっと1箇所2箇所やったら終了です。インレットのベイトはピシャピシャやってるな。あいつ食わんかな。結構流れてきますね。広いところから今ギュッとなるから、ここはまた特に、流れが強くなる。これはチャンスかも。いやいや、ね。
さあこれがこの流れを利用したギル型のホバスト。でしょ、明らかにここだけ量が多いや、固まってるわ。今浮いてきたな。オッケーオッケーオッケー。ギル型ホバスとやっぱすげえな、浮いてくるんだもんな魚。よっしゃ、おーめちゃいい魚来た。うわ頼むよ。うわっしゃー、これだこれだ。見て横にかかるんだよね、ひったくるときって。うわーこれだね。今ちょっと流れが出始めたから、あの出っ張りの裏側に投げるんだけど、若干下流側だから流れにしっかり乗せて、あの裏側でこのギル型の扁平ボディのデッドフィンターターが粘れるんですよ。流れにずっと持った状態で。よっしゃ来たこれだホバストギル型。素晴らしいね、ホバストっていうリグは本当にリスペクトしてます。だけどこう自分なりにこうね、浅いとこでどうやって使ったらいいのかなっていう、このホバストをねさらにこう浅いとこで、使いやすいようにと思って、ギル型を、まあ、試したところね、結構いい釣りができるように、さらにいい釣りができるようになりました。はい、リスペクトホバストギル型。やったぜホバスト様々。でも浅いところはギル型で勝負。はい、